和食の3品を作ります。はい、はいはい、まず1つ目は里芋の煮物と、2つ目が肉じゃが、3つ目が筑前煮です。はい、材料も切ってもらったり味付けも覚えてもらいます。ただちょっと簡単にポン酢を使っていこうと思います。では早速皆さんパパの言うこと聞いて準備してください。はい、もう簡単でしょ、スースースーっていくでしょ。はい、まず里芋をカットしていきます。これはヌルヌルするので気をつけて切ってください。味がよく染み込むといいよね。うん、めんつゆ100、100、100、あー、これくらい、やば、はい、できました。やば、なんかラーメンのおつゆの匂い。そうだ、これおつゆだから。これ入れます。うん、入れていい、焦がさないように。入れる、いくよ。あ、ちょうどいいじゃん、量が。ほら、ほら、ちょうどいいよ。これを煮詰めていきます。そうです。これをつけるだけ。これこの2つに戻せるとします。はーい、ちょっとおつゆが入っていいの。 OK、 はい、これでじゃあ10分、15分。はい、2人がね、なんか食べたいみたいですよ。いいのしてきたかな。みんなのね、ご飯はね、まだね、もうちょっとしたらね。はーい、おー、うーと、こんにゃく、人参、レンコン、これをカットしていきます。うん、みなこが寝ちゃいました。はい、ゆちゃん、レンコン切ってるよ。上手だね。素晴らしい。うん、うん、まりちゃん、ちなみに人参好きなの？人参好きだよ。すごっ。星形とかいろいろな形があるし、美味しいから。はい、じゃあピューラーを使って人参をきれいに、周りの皮を落とします。これはもう慣れたもんだね。もう慣れたもんね。うん、ビーフシチュー作ったりしてるもんね。うん、何やってるの？型を、桜の型を作ってます。あ、桜ね。いってきます。うん、いいよ。できるかな。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。あ、すごい上手にできました。今日はね、包丁じゃなくて、こうやって切るの。そうそうそう、それちぎってる。うん、ヘテちゃんの大好きなこんにゃく、ぶつ切りってやつかな。なんかそうだね、なんかスプーンちぎりみたいな。あ、スプーンちぎり、一番上。そうそう、一番上をつぶ、そう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 、このちょっとこうほら、いびつな感じになるじゃん。うん、これがいいらしい。なるほどね。はい、じゃあ次は鶏もも肉切っていきます。はいはい、じゃあみんながね、食べられる大きさに切って、だいたい3分の1とか2分の1とかね。うん、うん、みんなが食べられる大きさ。うん、左手グーね、気をつけてね。これは結構ね、切りにくいから、鶏肉は。そう、うん、うん、これ鶏肉入れてください。はい、あ、難しいかも。でもこれこうやって、こういう風に適当でいいんですよ。そうなの、バッテンになりゃいいんだよ。うん、ほら、味付け、あ、いいね、いいね、よくあるね、これね。漫画にも出てくるんだから。本当だね、早く食べたいでしょ。ちょ、お腹空いてきたね。はい、じゃあ鶏肉炒めて、その後お野菜炒めて煮込んでいきます。ほら、うわすごい。かわいいね。うん、美味しそう。さっきの人参もありますから、美味しそう。次、こんにゃく入れます。ロバって感じ。はい、ちょっと味を見ながら整えていきます。はい、はい、じゃあじゃがいもをピューラーで切っていきます。はい、次は肉じゃがを作ります。じゃあそれ半分でしょ。それ半分でしょ。さすがに。いいの、いいの。あ、大丈夫だ。圧力鍋でやるとね、簡単に溶けちゃうからね。へぇー。でも残るのよ。あ、いいね、いいね、いいね。あ、そうなんだ。うん、はい、筑前にもうそろそろ出来上がってきましたよ。うわ、はい、じゃあ肉じゃがのこちらの具を先に圧力鍋でちょっとグツグツしたいと思います。かわいい。カモカモ切った。じゃあモカモ作ってあげるね。入れる。うん、おいしい。モカモ来たね。モカちゃんもじゃ食べよう、ご飯ね。モカちゃん食べようね。ねえ、かわいい。はい、まりちゃん、何作ってるんですか？ね、パパのためにね、コーラを入れてる。いつもやらされてるね。
もう慣れたもんだね。一回ね、アフリカになったらやらされたら、人気が悪い。パパはね、誕生日にね、何でも券というのもらったんですよ。何でも券、私は肩掛け券でしょ。うん、でマリはやりたいんだよね、パパに、パパのためにね、コーラをついであげるんだよね。そうでしょ、マリ、やりたいんでしょ。うん、やりたいよ。ありがとう。うん、よし、アフリカになったくらいになるぞ。 Thank you。 パパちゃんは食べないのかな。おかちゃん食べてる、いっぱい。おかちゃん美味しいね、ご飯ね。うん。うん。もっとおっけ。タスクコマ、見ています。この一かけ、これ。これで違う。これで全然違う。オッケはい、みなこは寝ているので先にご飯をみんなでいただきます。はい、里芋いてちゃん大好きだもんね。うん、ご飯おいしい。おいしい、これ。うん、おいしい、大成功。なんか食べた方がいい。最高に美味しい、いい香りがしますね。もう大成功ね。今日あの圧力鍋も使ったりしたけど、はい、この中にね、さつま揚げも入れたから、さつま揚げ美味しいよね。どう、自分の切ったレンコン。うん、あ、やっぱりジャガイモめっちゃ柔らかくなってる。ねえ、ジャガイモ結構時間かかるからね。うん、そういう時に圧力鍋よね。うん、どれが一番好きかな。うん、肉焦がし。うん、肉じゃがかな。肉じゃが美味しい。うん、ひどちゃんね、あの里芋すごい好きみたい。これで2つ目かな。すごいね。うん、ご飯も食べてね、炊き込みご飯だからね。うん、ということで今日は3品ね、3人でクッキングして作ってみました。はい、はい、じゃあ全部ね、美味しくいただきましょう。イエーイ。次はなんか豚汁とかも作りたいね。ね、